はよ、兄ちゃん。来たぞ来たぞ、河原割り。ちょっと待って、そある程度説明してくれな、分かんない。いきなり来たから。いきなり来たから。いきなり河原割りあられちゃんと。ここ、あ。いうことでダーリン。ダーリン。ハニー。来ましたよ。河原割り。いや、ここね。噂の河原割りができる浅草にある河原なさん。なるほど。どっちが強いのか、家庭内でどっちが上下関係を握るのかと、そういうのを決めましょうよ。はい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 、やりましょう。それはそう、もう結婚して、もう、ね、結婚したんだけども、うん、家庭内でね、そう、家庭内でどっちが権力を持つかっていうのは、うん、男女じゃないの、うん、どっちが力が強いかっていうことなんだよ、うん、その通り。そうだけど、河原割りが一番分かりやすい、はいはいはい、数で出るから、うん、枚数で。確かに。ということで今用意してもらってますけども、あれ、はいはい、何枚ぐらいがすごいかみんな分かんない。大体ちょっと教えてよ、何枚がすごいの。例えば有名人やったら何枚割ってるとか。あ、でもあれっすよ、あ、ごめんなさい、すぐ出ない。マサトさんと同期ぐらいで戦ってた、小比類巻さん。あ、小比類巻さん、はい、さんが25とかやってます。おー、え、これですか。え、すげえ。朝倉未来が14枚。あ、なるほど。大体だからそこら辺を超えたらいける。じゃあ小比類巻さんで25枚なら、35枚ぐらいは言っときたいかな。あ、なるほどね。でも俺負けてられへんから、うん、40枚は俺でいこうかな。150キロのね、質量をパーンやったらサクッと割れますよ。そう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 、あのパワーじゃないって言ってはったけど、さっきスタッフの人、うん、パワーや。重力豪は制さない、うん、ただ俺か嫁かどっちが力強いかはもうそれはごめんやけど負けへんから。負けない。うん、はい、いい度胸よ、いい度胸よ。いい度胸、いい度胸。私、うん、スクワットデッド300キロ。それはエグいな。疲れない筋肉なんて言わせないわよ。うん、今日もセクシーなとこ見せてくれるか。セクシーに割っちゃうわ。もう、うわ。やっちゃおう。夫婦設定中はやばいっす。待って、初め兄弟設定やった。どうしようなれへんかって。何名ないですか。肘伸ばしたら力入んないんで、肘緩めて近く打つのじゃなくて。あ、あ、そうそうそう。あ、いいっすね。ナイス、力強く全然思う。力入れすぎてたらダメです、はい、最初に。心の準備万端になったら教えてください。まあ、どういう風に動画撮ろうかなって思う。そっち、そっち。いやいや、全然悪気できてないじゃないですか。16枚。気合入れてお願いします。おはよう、お兄ちゃん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 。すごいすごいすごい。すごい。え？何だ？何枚？1、2、3、4、5、6、7、14枚です。減ってます。おはよう、おはようで力入れたもんだね。おはようで、おはようで。ここで使い切っとんねん。ほんまに。おはようのその力でガーンいったら、いや、あなたを、あなたいつも普段起きないじゃん。眠り深すぎて。それで、おはようで使い切っちゃったわ。あなたへの愛が強すぎて。なんだよ、なんだよ、こんなとこでいい嫁出してんじゃねえよ。恥ずかしい。かわいいな、ほんとに。おめえ、ほんとかわいい。まずどんな起こし方やねん。あなたのたくましいところ見せてくれ。でも見せてあげる今日、うん、これ一
後にガーン行った後にガーン行くんですか。まあそういうことね。ガーンガーンガンガンね。ハガッチの嫁のもう言葉なんていらないわ。あなたも学部させてちょうだい。任せてくれよ。骨抜きにさせて私のこと。骨抜きにしてちょうだいよ。任せてくれよ。行くぜ。準備できたら教えてください。掛け声できれば。オッケーです。準備オッケーです。シャー。はい。2008チャレンジ21枚。シュー。お願いします。シュー。おはよう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 。お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん。15です1枚買った1枚は買ったね。これでもすげえ難しい。意外と割れないですね。割れますよね。こうやってこうなんかちょっと多分ここでもずれんとまっすぐいかなあかんね。最後まで力入れきるみたいな。そう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 。なんか最初のインパクトだけで終わっちゃっガラガラっていかない。入れ続けるってのはね難しいですよね。しかもなかなか痛かった。ほんま。いやでもありがとうございました。またあと一回できるんですか。いや、もう終わり。お金払えばできるんじゃないかな。あ、一回なんですね。一回で終わり。いや、すごかった。でも、でもさ、結局よ、俺が勝ったってことだから、ね、でも夫婦の中でさ、上も下もねえじゃん。やってる時に思った。上も下もねえ。あるのは、うん、愛だって。筋肉とか強さとか関係ないと。やだやだうれしすぎて鳥肌がすごいわ。最後俺たちの結局はラブラブってことで。もう見てくださいこの大観衆。すごい。あそこの夫婦なんかずっと見てくれてるからね。夫婦じゃあ親子ずっと見てくれてるから、うん、俺たちうらやましいのよこの仲良しな感じが、うん、すごい嬉しい。本当に嬉しい。じゃあ俺たち負けたわ、うん、いいよもう勝ち負けなんかじゃないよ。俺たち夫婦なんだから、うん、一緒に人生の荒波歩いていく、うん、それ夫婦やな。乗り越えていきましょう荒波を。でもさっき言ってた覚えてるか。俺買ったら今夜はっていう。今夜もう好きにしてちょうだい。うん、じゃあ行こう。行こう。ああ楽しい。ありがとうございました。ありがとう。どういうのこれ。